大倉山駅は神奈川県横浜市港北区大倉山一丁目にある東急電鉄東横線の駅である。駅番号は TY15。大倉山は近隣の丘の上にある実業家である大倉国彦が設立した大倉精神文化研究所に由来する。その後、研究所は敷地を横浜市に売却し、建物のほとんどは現横浜市大。 倉山記念館となったものの活動を続けている。駅所在地の地名は、かつては、不当町であり、駅開業時も、不当駅と称していた。解消の理由は当時東京横浜電鉄が、経営していた梅園の観光開発と、大倉精神文化研究所の建設に伴うもので、ある。なお、不当町は2007年11月に一部で、住居表示が実施され、新町名。 大倉山1丁目、2丁目、3丁目が登場し、大倉山駅の所在地は、大倉山1丁目1番1号となった。さらに、2008年10月にも一部で、住居表示が実施され、大倉山4丁目、5丁目が登場した。そして、2009年11月にも住居表示が実施され、大倉山6丁目、7丁目が登場し、 これと同時に不当町という町名は消滅した。1980年代、東急が東駅から新横浜駅まで、新横浜駅から相模鉄道が鶴上峰駅を経由して、二股川駅まで連絡線を建設して、両社を相互直通運転させる計画が持ち上がっていた。この計画はバブル崩壊など様々な要因により、事実上頓挫した状態であったが、 最初に本計画の構想が持ち上がってから20年以上経過した2006年5月、東急線日吉駅から仮称、羽沢駅まで、ほぼ全区間地下方式となる、相鉄、東急直通線と、さらにそこから、相鉄本線、西谷駅まで相鉄が単独で別途計画している、連絡線である、 相鉄 JR 直通線を介して相鉄線と東急線が相互乗り入れをする計画があると相鉄、東急両社から公式に発表された。この二つの連絡線をもって神奈川東部方面線を構成するとした。当初の計画と同様、東駅ましたで新横浜方面へ分岐するものであるが相鉄、東急直通線の駅設置計画では 大倉山駅は存在しない。事業者側は、大倉山駅周辺の地盤が軟弱である上、工事車両を搬入して、駅を建設するのは、難しいと2008年12月に、本駅付近で開催された、地元住民向け説明会で回答していたが、現計画が公式に発表されたのは、地質調査が行われる前のことである。ホーム相対式ホーム二面二線を有する高架駅で、 ある。ただし、傾斜地に立地するため、渋谷側は地上と同じ高さとなっている。改札口はホーム下に立地している。トイレは1階改札内と改札外の2カ所。いずれも多機能トイレを併設している。改札内のトイレは2005年に設置され、このトイレのみ、オストメイトの利用に対応した設備を設けている。現在では、エスカレーターやホームドアも設置されている。 近年の1日平均乗降、乗車人員は、下記の通り、駅前に停留所があり、横浜市営バスによって運行されている。ありがとうございます。